おはようございます。はじめましての方は、はじめまして。お久しぶりです。方は、お久しぶりです。頑張って、今回もね、やっていきたいと思うんですけども。今回、まあ、ちょっと目標といいますか、決めていること、ちょっと待ってね。左上のメニューを消さなきゃいけない。ちょっと待ってくれ！この、何なんだろうな、これ。俺の、その、パソコンがもう行かれてるっていうのは分かったから出さなくていいよ。分かったから、よし、メッセージを消したところでやっていきましょう。相手はローブリンガー。どう？俺もね、だんだんキャラクターの名前覚えてるからね。なんで上攻撃になるんだ。あ、ごめん、キャンセルになってなかった。うまい。うまい。これめっちゃうまくない？これめっちゃうまかった今の。うわー、これ見えないからきついよね。あ、終わった？あー、うまかったよ。今のは敵を褒めるべきだよな、絶対。俺悪くねえよ。敵がうめえ。気合入れてこ。だパリされて。そこから強攻撃というか、なんかいろいろあるんだよね、ローフリンになって。落ち着いていこう。うわ、これうまいな。まあだからそれを考えれば、生小帝とか強いでしょ。生小帝とかがすごい強いはず。そう、これでしょ、多分これが相当強い。あれ？パリできなかった。範囲攻撃が結構強いんだよ。それをね、見つけてまして、もうすでに攻略の一つとして範囲攻撃していきたいんだよね。範囲攻撃がでも速くて、あとこう威力もまああるしと。これいちいち釣られない。いや、これうまくね、マジで。これめっちゃうまいと思うわ。危ねえなこれ。これマジ引くぐらいうまいと思うよ。そんなことない？みんなできること。危ねえ。あー、危なかった、危なかった、危なかったよ。危なかった、危なかった、危なかったよ。あー、ラッキー。これはラッキーですね。ラウンド4。考えていかないとダメだな。考えていかないと。頭を使うことをやめたら終わりよ。脳死したら終わり。この至近距離は生が入るはず。さすがにやりすぎ。これ強いんだよ。ああ、ダメ、確定しない。うまくね。まあ見せすぎたか。よーし、パリーキャンセルですね。パリーキャンセルショー
だ。これがね強い。これ新しい私のテクニックですね。前回のこう動画から結構日にちが経ってますんで、いろいろ新しい技を手に入れてます。うわスーパーアーマー、まずいね。うわこれマジで？これマジで上手くない？オッケー。いやー格上だったと思うな。天地というキャラの性能をかなり引き出せてきてる気がする。いい感じです。強くなってる、間違いなく強くなってる。いやいやいや、8000円貯めて1キャラ買って、もう1キャラもう8000円貯めて買うっていうのと、1万円貯めて買う。で最初は1万円貯めて20買おうかなと思ってたんだけど、よし行くか。ラウンド1だいぶ上手くなってきたと思うんだけどね。これシンプルなキャラが一番強かったりするからな。おー、ただ俺も元は建設隊だからな。うわうまい。牽制使いって言ったってそれほど牽制に精通してたわけじゃないけど、わうまいなおい。まあ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 、気合一戦だったな今の。実力的には負けてる可能性が高い。まあでも牽制の怖えのはガーフだから、それ以外をパリーしようとしてさっきから食らってんだ。しっかりガードしていこう。非常にうまくない？うわっ、オッケー。あの距離から撃てるからね、この範囲は。ラウンド3チクチク行くで。お前ほんと外人がやってんの見てさ、外人ってあんま言うのやめてないけど、そのなんていうんだ、大技を狙わない戦い方だったんだよね。こういう細かくダメージを稼ぎつつみたいな。この戦い方が天地は最強と見た。天地最強への道が近づいてきてる、見えてきてると言っていい。ドミニオンのこのキャリー力みたいなのはいろんなところで試されるんだけどさ、試合の中盤でこう参加するときあるじゃん。中盤というかまあ序盤は序盤なんだけど、まああの時はこうチームのこう勢いをさガラッと変えるというか、雰囲気を変えるようなこのゴン中山選手的な
ああいうプレイヤーを求められてる気がする。相変わらずカクついてるね。このマップ A と B が、あ、 A と B じゃねえ、 A と C が結構離れてるんだよな。特に A の行き方がね、まあ、特殊ってことはないけどさ。おお、わーい、わー、なんすかなんすか、おお、なんすかなんすか、おお、なんです、なんです、なんです、どうなってます、どうなってます、仲間がやられた。あー、ダメだったね。まあほっといてくれるわけもなくだな。ちょっと待て、エラーメッセージが出てるから左上に、ちょっと待ってね、消さないと、消させてください、黙って消させて、お願いだから。何回クリックしたら消える？ OK OK。 お、 MPD226、 この人牽制で強かった人だな。うん、あー、縦のマーク間違いないわ、かなり上手かった人だ。うーん、 C 取らなきゃな。ーわー、嫌な感じ、変なところに立ってるな。ウォーライヘンリー、お前そこでやられんなよ。いやー、まずいね。いける？いける？そのまま戦える？戦えるよね。俺じゃあ真ん中に行くね。よろしくね。ん？画面が止まりました。どここれ？うわ、すごいワープ。何このワープ？どうなってんのこれ？ああ、どうなってる？なんだなんだ、今なんだ、忍術か、な、何が起きてる、何が起きてる、何が起きてる、うえひどいよな、あまりにもこんなの見せられる試合にならないもんね、動画として。いやー、 A 行かなきゃダメか。もう普通にこう怠慢力みたいなさ、1対1の戦いをさ、どれぐらい強くなったかを見せたいんだけどさ、カクカクしすぎて、これ何が何だかわからないもん、ね、すぐに取りに行こう、しよう。あ、なんだ、おお、どこから出てきた、あれ、お化けか、こっちは任しとけ。マジで嘘つけ、オーケー、回復させていただくよ。あったけー、家があるっていいな。なんだ、鳥が、すごい鳥が、てかすごいな、うち中華勢だけじゃないか、へえ珍しいな、すげえすげえ、これはいいね、俺も一中華人として、こらナイス。じゃあこのまま B を一回取ろうか、守護機すぐ動いちゃうんだな。いやー、わかるよ、気持ちはわかる、これ A 取りに行かれるね。
あ、エトルに行かない誰も。嘘でしょ。あれ、俺の読みが、ドミニオン力が。ああ、まあよかったよかった、正解だった、ほぼほぼ正解。ゾーン C を喪失。オッケー。あ、命の恩人がいるとかに回復して、オッケー、行こう。おお、ハーディー方法。てか相手も中国中国じゃないか。うわ、マジ。オッケーオッケー、よし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 。まあ大丈夫でしょう、君に任せる。ダメですか。いや、いけるでしょ。そうでしょう。通してほしかったわ、ちょっとちょっと通してほしかったわ。まずいね。なんだ、うん、うん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 、あー、しまった。今のは情けない。反応がね、60フレームぐらい送る、勝てっこないわ今そんなんじゃん。あそこで将軍が相当頑張ってくれてるから、まあもちろん、いいね。オッケー、まず一人。待って待って待って、見えない見えない見えない、ここでラグんのはダメダメ。ナイスナイス。きつい、今のやばかった。おお、そこから、高台から。よしよしよし、ゾーン C を制圧。C を制圧。ここしっかり押して、今 C に行ったやつがいたな。 C じゃねえか、いや C だよね、 C に行ったやついたね。追いかけよう、いけるか。ほら、うっ、終わったなお前。ナイスー。あれ、守護機だったっけ。あれ全員中華人とか言ってなかった俺なんか。まあいいか。